ルイジャン・フランソワ・ラグルネは、フランスの画家である。弟の画家、ジャン・ジャック・ラグルネと区別するため、レグラニー・エルイネとも呼ばれる。パリで生まれた。後に、国王の筆頭画家になる、シャルル・アンドレ・バンドーの弟子になった。1744年から、王立絵画彫刻アカデミーの学生になり、数年間ローマでも学び、1755年に、フランスに戻った後、 ルイ15世のもとで、王立絵画彫刻アカデミーの会員となり、1758年に教授となった。1760年にロシア皇帝エリザベータに招かれ、サンクトペテルブルクに移った。前年に亡くなったルイ・ジョゼフル・ロランが勤めていた、ロシアの宮廷画家、サンクトペテルブルク美術アカデミーの校長の地位を引き継いだ。2年後バリに戻り、 王立会が彫刻アカデミーの教授の仕事に戻り、1763年に弟とローマに移った。1781年に在ローマフランスアカデミーの校長に任命され1787年までその職を続けた。フランス革命後、ナポレオンの訂正が始まった後、パリのエコールでボザールの副校長やルーブル美術館の学芸員に任じられ、1804年に レジオンドヌール勲章を受訓したがほどなくして亡くなった。ありがとうございます。